皆さんこんにちは、河合圭介です。本日2024年、7月の10日12時6分です。今まあホームページ河合圭介の駅の一番にアクセスしていただいて、まあ月曜日などはそのグレイの皆さんの歌詞とか曲とか、それについてまあさまざまなことを文章で、記載して、お伝えしています。まあそれにはその前日の日曜日に行きましたその淀川の河川の撮影と、その最後の方で嵐山に着いた時に、もう駅に着いた時にはもう涙が溢れそうになっている時なんですけども、それまでの僕の喋ってる言葉の内容とか、それ聞いてもらったら分かると思いますし、それだけでも今回は巨人の皆さんとかへのメッセージなんですけども、やっぱりそれでも優勝しようとします。あなたたちからもお金一銭も払ってもらってないですよ。アスレチックスとヤンキースの点数の入り方も伝えてますから、もう見ないで逃げるのやめましょうよ。時間がないって言って、もう再開行きましょうよ。巨人の皆さんが淡井さんにストレートに言われてるんだからって、本当のこと言う人いなくなっちゃいますよ。本当のことってエネルギーの残存量問題から逃げないで、淡井圭介の人生にどういうふうなことかって、それしっかりと踏まえて、淡井さんがこう言ったんだから絶対こうしますって。それ守ったか守れなかったかでしょ。男の価値なんて。ひたすら卑怯にしか見えないですよ。なんで阪神タイガースが残点入ってるんです。横浜 DeNA 戦はギリギリ勝ちましたよ。なぜ、いの一番に巨人が勝ってるんです。あなたたち東京側の人間じゃないですか。今怒ってるんじゃないです。ある程度の口調で言わなかったら、これ絶対伝わらないんですよ。コンピューターとか設定ばっかり人間が作って、声の音量だったり、言い方だったり、そういったことで怒ってるっていう判定に無理やり持っていって、それで勝とうとしていた連中、スポーツ業界の。そこには大量のお金が流れてます。特に野球界が一番お金が流れてる金額が大きい。試合数を見たら分かる、子供でも。本当の人口の話しました。サッカーが一番世界に広まってるだろう、なんだろうっていう逆の話。1週間2試合しか試合できないんですから。メインは入場料なんです。それ見たらわかるんです。お金を払ってまで誰が見に来てるか価値がわかるから。一番お金動いてるの、野球界ですよ。他の国によってはそれは違います。もちろん状況は。だけど、サッカー界の場合は、大量の税金の無駄遣いであって、野球界も同じようなことをしてしまってます。ジャイアンツが球場の拡大を各地方でしてしまった後じゃないですか。もう50年近く少子が続いてたんですよ。人口減って、で本当の人口も最初から違う方法で、ヤンキースもアスレチックスも、ヤンキースの場合は松井秀喜さんですよね。で、アスレチックスの場合はマネーゲームっていうアメリカの映画ですよね。淀川の河川を撮影にしに行くことを宣言していたからなのか、それとも前日の
撮影した動画をエクスポートつなぎ合わせて公開して、それで最初の方に試合をしたから、だからなぜヤンキースとアスレチックスがその得点を奪えてしまうんです。私の得点なのに、差配権は淡井圭介にあるのに、1円もお金を払ってこなかった淡井圭介に、その人たちに差配権利なんかないんです。言われた通りにするしかないんです。とんでもない奴隷制度ですよ。もう今もどなりそうになってしまったんですけども、あなたたちが特許費を出し上げたらよかっただけじゃないですか。今までの罪反省しますって。顔表情見てどう思います？泣きそうになってるでしょ。今日打ち込んでいる内容見てくださいよ。数日前のその河川の撮影とかを言った、今までの内容を確認してくださいって言ってるのは、僕からしたらもう一度ちょっと今パソコンに電源入れてるんですけど、これも電気代との戦いなんですよ。どっかに働きに行ったらいいやって、もうアホみたいなこと言う連中いるでしょ。そんなまどこにあるんです。働きに行かなかったらお金ないはないので分かりますよ。河川の撮影 しに行きたいですよ。行きたいですけどね。エネルギーの残存問題の解決のために。だけど、ないものはないんです。あのね、もう今はどう思ってるかどうか知らないですよ。昔生活保護の担当者の人でね、まあその人たちも上からの指示とかがあるから、そう言わざるを得ない部分ももちろんあると思いますよ。だけども、生活保護費全部お金使ってしまったってね、お金なんか出せないっていう回答なんですよ。そっから先は本当に野垂れ死ぬか精神病院に連れて行かれる話になるんですよ。で、スポーツの勝ち負けで搾取される。夜中だろうが何だろうが起こされて同じですよ。まあ10日、これ1月10日の部分ですけども、まあここにね、まあ、昨日アップロードした内容のものもう一度貼ってるんですけども、まあ、ここに書いてる、まあ、ラルク・アンシェルさんのね、曲、まあ、これも一つの証拠作り、昔からしていた部分もありますし、あらかじめそういうことも言ってましたし、あとはこうね、すごく大きな文字で表現してるわけじゃないですか。関西最大河川淀川の撮影に来ましたって。最初は河川に着くまで廃屋は大量にあったので、ほんの一部を撮影しました。26年前にも言っていた瓦礫の使用方法があるので、それは河川の撮影が始まったところです。説明欄重要ですと。で、この説明欄読みました。で、こちらね、一曲一曲、まあ命に嫌われてるっていう曲ですけども、もともとコンピューターが歌ってるんですよ。あのなって、その時の淡井圭介さんがまだずっと同じ状態だったらどうするって。こんな歌詞を歌ってたら訴訟になる可能性だってあるでしょって。その時僕だってどういうふうにその内容を受け止めるかどうかわからないっていう話になってたんですよ。で、それからさまざまな話によって、まあこの神崎伊織っていう人の名前でね、まあこの人の歌い方と音の方が、まあ感情的な部分では一番しっかり伝わってくる。で、この人自身が僕の人生を、まあ、悲しんでくれてるようにも受け止めれます。その廃屋の話と、その淀川の河川のね、
まあ、どこ行っても そういうのたくさんありますけど、特にひどかったです。東大阪府、東淀川区の、東淡路町と淡路町と、西淡路町、まあ他のね、こういうふうな内容とか、まあ歌詞とかもこれだいぶ変えたりしてるのもあるんですよ。で、まあその内容とか、昔もそうだったんですけども、歌詞に共感し胸を明かす外交人、命に嫌われてるっていう歌詞、その歌詞の内容だけを知ったところで全然意味ない。で、心の声とかでこの人たちに淡井圭介の人生とかをほんの少しですけども、時間的に無理がありますから伝えて、もうもちろん最初は涙声で、もう途中で限界来て涙流されてます。そういうのを証拠としてアクセスしていて、ここに証拠作りとしてね、これでもまだ裁判所の人言います？証拠提出しなさいって。自分たちで動画、僕のホームページにアクセスしたらいいだけじゃないですか。人権から何から何まで無視するようなこういうふうになってしまうじゃないですか。あなたたちが違法行為に、あのね、訴訟費用の救助申請断っちゃったら裁判所が悪いっていうことにしかならないんですよ。行政が民間人がお金もらうことなんか考えちゃダメなんですよ。訴訟費用なんて、切手代なんて、もともと区役所は切手代なんかもらわないで郵便物を郵送してくるでしょ。会社には行政がお金を渡してるでしょ。最低賃金引き上げるだけでも企業に最大600万円の支給、雇用助成金とは違いますよ。もともと販売価格は決まっていたから、そこから大きく外れるような内容なんか無理なんですよ。で、こういうふうな内容を見てね、どう思います？グレインの皆さんは僕の人生のことをすごく心配してくれてるから、悲しんでくれたりしてくれてるから、あらかじめ僕は手を打ってた部分もあります。実際に会って、一緒に働いて、いろんなことを伝えて、で、継続して伝えてくれてる人たちもいて。で、まあ、継続して伝える人間も、もうやっぱり髪の毛染めてる人間なんかダメですよ。本当に伝え方が。言葉を短くして、どうとでも受け止めるような形で伝えるから。僕にとってはこの風に一人っていう曲とかに関しても、僕からしたらやっぱり音とかもいいですし、歌詞もいいですし、歌い方とかもすごく僕のことを気遣ってくれていて、まだどこかで自分を鼓舞するようにも聞こえるし、この間昨日東日本大震災の原発事故の時の、あの東電の会長だった勝俣さんによく似た人、マスクしてましたけど、岡場のイオンモールのあの階段登ったところ、下が道路で、あの橋の上のところですれ違いました。で、声かけてみました。東京電力の会長だった勝俣さんですかって。こういう内容読まれてます？読売ジャイアンツの人たちで、自分たちが勝っていいかどうかのことと、あと再開行かなきゃならない使命感とか、ちゃんと持たれてますか？しっかりと。順位が1位にいる時点でないんです。で、そこの春山整骨院の連中で田中真紀子とかが来ていた時点でやりすぎなんです。エネルギーの残存量問題がもともと第一次世界大戦、第二次世界大戦を引き起こしているのに、もうその時代の頃には先進文明化していて、後戻りできないんですよ。
奴隷化の話もある程度尾ひれ葉ひれついてると思いますよ。昔の話、今の時代の賃金の不払い、奴隷制度ですよ。巨人の選手が、監督コーチが、元そうだった人たちとかが、頭なんか回してあげたらいいじゃないですか、横浜 DeNA さんに。もうこの時期で周囲にいるっていうことは、絶対できますよ、その立場。稼いだ後ですもん、今シーズン。何にお金使ってるんです?春山聖保税にお金回しました。原さんも僕にね、お金払う払うって言っておきながら、僕の横通り過ぎただけですよ。だんまり決め込んで。ただ来る意味ないじゃないですか。当たり前じゃないですか。昔なんか、ねえ、どんな内容で巨人が、むちゃくちゃな内容で搾取していたか、買っていたかも言ってるんだから。背もたれ使っただけとかもそうですけども、けどそれも世界線も同じだから。じゃあもう人為的にね、負けたりすることできるんだから、潔く最下位行くのは巨人の使命じゃないですか。金銭的なところもお客さん入ってもらった後ですよ。自分たちがもう事情言いましょうよ。一試合一試合勝った時の喜びがあったはずですって。もう今から我々は再開行きますって。全部の話しましょうよ。よっぽど潔いですよ。この電波での無茶苦茶な統治の仕方は絶対間違ってるって、我々はその一番の加担者でした、プロ野球業界で言うと。と、その内容、僕がその音楽関係とか他の人の YouTube の内容とか、その内容ちょっと確認してもらえますか。何回でも曲聴いてもらったりとかして、あんなの氷山の一角ですよ。10倍ぐらいありますよ。あんなのって言ったらちょっと申し訳ないですけども、一応まあ曲に関しては、まあ、特にグレイの皆さんは歌詞も含めてですけども、最高のものを作ってくれてると思ってます。まあまあ、その命に嫌われてるっていうあの曲に関しては、まあ歌詞がコロコロ変わったり問題がありすぎる部分もありますけども、僕もその話どう表現するべきかなって、やっぱり昔もこの話したと思うんですよ。ある意味そろっと真実を伝えてる、その佐々木っていうワードの話ですけども、もう言わなかったら永遠にするでしょ、テレビ局の人間、エロドラマ、ベッドシーン、いらないのに。例えばもう以前から言ってますけども、佐々木蔵之介っていう男性の役者のものはもともと酒造りの社長だったと。社長の息子が社長か何か。ああ、それ歌詞の中でね、グループ化してって言ってるんです。最初の方の歌詞聞いたらやりすぎかな、いやこれちょっとやりすぎやろって思ったんですけども、文字も書いてたとかね。だからそのエロ業界だった人間がSNS とかで、ま、あの連絡伝え合ったりとかしてまとまっちゃうんですよ。じゃあこの曲
本当のこと伝えてるから、それはそれで残しとかなダメなんじゃないのかって。僕はそちらなんですよ。テレビ局は違うでしょ。だって自分たちが訴えられる立場だから、あなたそれ金稼ぎしてきてしまったじゃないって。でしょ？で、それで、訴訟が始まった瞬間、閲覧者数減ってるでしょ？違いますよ。それ逃げの一手ですよ。一番卑怯な行動ですよ。だからこそ自分たちが訴えられ始めたか、自分たちが率先して絶対見なきゃならないんだって。彼のことを理解しなきゃならないんだって。それが気合の入った反省ですよ。日テレを訴える後の方ですよ。会社の規模大きいですもん。だからもう順番言ってます。テレビ朝日さんで、で、そこでね、有志を募って、まとも側の人間、世の中絶対良くしなきゃなんないっていう人たちと、んで、ワードビジネスサテライトとか、で、そっちを訴えて、で、その有志を募って、順番にこう味方になってくれる組織を増やしていって、そこは例えば個人の権利もの2.5%の話とか、それをよく分かっている人たちですから、その数字絶対動かしちゃダメなんですよ。それを動かしてしまうと、話もう永遠に終わらない裁判になるんですよ。時間だけはずっと経過していく。それがもう一番最悪のパターン。もうこれはもう26年前のことをスタート地点だったとしても、もっと前からですよ、本当は。河川水門会石段発電とか言い始めたのは僕は小学生の頃でしたから。ずっと逃げ、みんな逃げの一手で、裁判官が言った。いつです？どこの誰です？私が会ったことない人間が、なぜ私が被害者なのに私のことを決めれる権利があるんですって。言いませんよ。裁判官、法廷で絶対そんなこと。その時の内容によりますって。それしか絶対言いませんよ。今まで裁判してきたから知ってるんです。法廷でそう言ってますから。当たり前でしょ。そういうのは見てしまうとからかいたくなって、この辺歩いて、喧嘩売りに来る人間、僕は買い物行く時もそう。現れてしまう人間。からかいたいから。からかったとき、相手をからかったとき楽しくなるから。東京勢何も来てるじゃん。自分たちの子供とかも。警察官としても混ざってる人間だっているし。昨日も暴走族の音が聞こえてきて、鬱陶しいアクセルの開け方聞こえてきて、でその前に動画で言ってたのは、元ソフトバンクの選手だと思える、松田と思えるものがグリーンハイツか、数年前と同じです。白い車で改造マフラー、もうそんな年にもなって。僕は買い物に行く時、車でも横通り過ぎるだけで、とんでもない挑発行為できるんですよ。それ何回もしてるから。で、その前、その昨日のね、その件は数日前に動画で言いましたよ。で、昨日のね、夜、暴走族の音、鬱陶しいでしょ？もう、しょうがない、警察に通報しようと思って通報するでしょ？そしたら多分電話出てきたの、元ソフトバンクの松田選手ですよ。元選手のね。そういえば彼も昔フルーツサラパークに働きに来ていたな。
ウィキペディアの出身地が違うケースのところまで、出生地とね。もうそこまで話進んだら、こんな潔の悪い世の中、絶対無理ですよ。もうたまに思いますよ。僕だけなんじゃないかなって。正々堂々と自分の身分証明書公開して、正々堂々と自分で言ってるの。今までも出生地とか出身地書いてた人間、もうスポーツの勝ち負けなんかお金の流れが莫大な金額ありますから、30年間の流れてきたお金の流れ、スポーツ業界だけでも1000億超えますよ。ねえ。それ本当は流れこういうふうに変わってたかもしれないとか、そういうふうになるんですよ。お金の話だけで今してますけども、けどもっと早くに自然再生可能エネルギーだって協力すればできてたわけじゃないですか。特許の申請料だとか、弁理士さんとか、弁護士さんだとか、誰も何にもしてくれてないじゃないですか。唯一身に覚えがあるのは、1998年頃、阪神タイガースの、役員、最初は役員さんだと思うんですけども、来て、お金なら我々が出すからっていうようなことを。もう君の君、その人たちだったような気もするんですけど、いやね、阪神タイガースの役員だとかオーナーとか言われても、顔見たときに、いや、でも僕は別にこう、信用してなかったとしても、いきなりそういう話をされたときに、こっちも、えってなるんですよ。いや、ワードの話が抜けてるじゃないですか。特許の話だとか。みんなこの方法で僕に連絡をして、電話をしてね、来ない方法っていうのを使用するときに、みんな、片言言葉とかになるんです。で、ほとんどの、99%以上の人間は、僕に声かけれないんです。声かけてる人間、全員喧嘩売ってる、来るときだけなんですよ。自分が楽しくなって、自分のことしか考えれない状態になって、僕の気持ちとかを尊重しないような人間になって、これなんです。巨人はまだ助けてない側なんですよ。で、それは他球団も同じであるから、まあ一律の長があるのは阪神タイガースの人たちですけども、まあ、お金払う話だとか、何回も来ましたよ。1998年ぐらいの頃。シード席、用意するからとか。だけども、それ後から考えたら、いや、今日そんな年間シード席用意していただいても、60試合見に行ったら見に行ったら、それ60試合分の交通費なくなるので、それはそれ、いや、あと、働いていたら、ね、片道2時間ぐらいかかりますし、や、もうどう考えても、それはそれ無理です、と。なんでスポーツの試合ぐらい今までみんな意図的にね、審判まで含めて意図的に勝ち負け身勝手に決めたじゃないですか。あんたたちお金もらってるじゃないですか。電波利用して。で、エネルギーの残存量問題誰が取り組んできたんです？その中の人で。それ取り組んで何か結果出しました？最低でも何か主張してました？具体的な内容。で、それに向かって動こうとしてました。で、なぜストライクゾーンコロ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 変わるんです？低めのボールのところ。
去年から言ってるじゃないですか。それも口頭でしたらいいじゃないですか。もともと膝から肘なんですか、高さ。膝の下の方を通過してもそれストレークじゃないですか。もうそれでいいんですって。踏み込んだりした時に体が沈まない人なんかまずいませんよ。低めのボールが来た時に当たり前じゃ、当たり前じゃないですか。低めのボール対処しようとするときに絶対腰落とすでしょ。足曲げるでしょ。低めなんですから。バントの仕方で教えたじゃないですか。手でバントしに行くようなあんなこと絶対しちゃダメだって。上下、足腰の上下の動きですよ。バットのヘッドの部分を外角のところに合わせておいて、それでストライクゾーンがはっきりしてきますから。それで相手がボールの時はバットを引く。僕は中学生の頃に教えてもらったことですよ、監督に。手出しに行ってしまうとボールが変化球の場合ついていかないんですよ。足腰プラスとかでこう足腰の上下で基本的に合わせていくと、変化球はボールが緩いから足腰の可動でボールがこう動いてきた瞬間に合わせれるんですよ。目線ぴったり合ってますから。怖いですよ。今時のボールが速い人なんか160キロのボール投げますから、そのバットをこうした時にね、顔をこうした時にストライクゾーンに自分の顔があるんですよ。ただしそれすると見えるんですよ、ボール真正面から。角度とか角度がつくから判断しにくくなるんですよ。真正面から見れば見るほどはっきりとストライクゾーンかボールゾーン分かるんですよ。絶対目ではっきりと分かってる時、もしあの芯とかでちゃんとバントできますもん。失敗してる時は目ではっきりと確認できてない時とか、いやこれは僕が主張してることですから、他の球団のものじゃないから。もう忘れた人なんかもうその人も忘れてるから、もう行動見たら分かりますから、できてるかできてないかで。だからもう手で動かしてるから、ボールの芯とバットの芯で当てれてないでしょ。最悪ポップフライとかになるでしょ、浮くようなフライ。だからまあ高さの表現ですよ。大きく上がるフライだったらゲッツーにはならないでしょうけども、小さいフライなんか上げられたらランナーバントに備えてある程度リードしてるから、キャッチャーにすぐ取られてファーストに投げられたら絶対ダブルプレーになるじゃないですか。ピッチャーとしてはバントし損ねてほしいから変化球投げたり、ストライクのとこにストライクのゾーンの際どいところにストレートを投げたりするわけじゃないですか。芯外したいですから。いろんなその動き方を見ていて、ああもうこれ八百長してるんだなっていうのははっきり分かりますし、意図的にしてるんだなって、濃いだなって、まあ、もうそこまでするんだったら話ですよ。いつまでだってもそれするんだったら、要は言わないが、去年昨日も巨人3点取って勝ってるじゃないですか。僕ですよ、天気同行してる、結果出してるあなたじゃないですよ、はっきり言って。ちゃんとみんなお金払ってくれた、何回も言いますけども、もっと台風の発生数少なくなってたんじゃないですか。何回も言いますよ、未来の人たち怒らせてます、エネルギーの残存問題で。
なんでその横取りできるんです、僕のしてきたことを僕にさ背景も渡さないで。この間のだからヤンキースアスレチックスの試合もね、両チーム10何得点、どちらかのチームなんかアスレチックスだったと思いますけど19得点してますよ。パドレス、もう 僕も人間ですから、メジャーリーグのメジャーリーガーの人たちがね、全員ねそんな風に思ってるとは思わないですよ。でもちろん僕の言ってることとか正しいって思ってくれてる人たちたくさんいると思いますよ。だからあの点数の横取りの仕方見たら彼の努力じゃないって、まあ、マネーゲームかマネーパークだったか忘れましたけども、そのヤンキースも、いやあなたたち今まで何回もワールドシリーズ優勝してきて、それこそものすごい金額稼いできたわけじゃないですか。球団スタジアムのお金ペイできてるでしょ。で余計な海外旅行とかしていた、それでまだペイできてません。だから周囲に行かせてくれ。え、去年も言いましたよこれ。試合中に頭の中を渡してあげなきゃならないその辛さ厳しさ、あのね、もう時期は時期でしたから、まあ多分、まあアメリカに関しても日本のプロ野球業界ではないと思いましたけども、去年のね11月とか12月の中貨物さんっていうところで、あのスタッドレスタイヤの仕事ですね、倉庫の出し入れ、トラックへの搬入だとか、トラックから積み下ろしだとか、命綱なしでパレット3段とか4段目とかまで、まあ、大体3段目ぐらいでした、ね、4段目は上がったことなかったですかね。まあまあもう高さあんまり変わらないですよ。その4段目のパレットは小さめのパレットで高さが低くなってるから、まあ、3段目も4段目ももうそこまでいくと3段目の上の方と4段目の上の方高さも2メートルも変わらないですから、命綱なしで登っていってます。だから普通の3段積みのパレットで、まあ上から下まででまあまあ10メートル近くありますね。10メートルはないかな、まあけどまあ落ちたらもう下がねコンクリートですから、あとパレット同士なんか連結なんかさせないですから、上に乗せてるんですよ。登っていくだけでも揺れますから、もうみんな言いますよ登ってる途中で、もうちょっと怖いわとか、ちょ揺れと揺れととか、その重たいもの乗せてますから、オイル付きの。もう大体金持ってる人の、あのレクサスとか、そういうのは下の方なんですけども、重たいタイヤ。基本的にある程度の重さなんですけども、今日基本的に全部重たいタイヤです。軽自動車のタイヤなんかまずないですよ。もう お金持ちの人たちだけ。もう話全部逆です。今までしてきたことの罪深さのその生産っていうものを全くしようとする気配がない。なんか歯止めになってるようなところとか、改善される兆候っていうのは全くなくてですね、だからまあ警察官の人たちも僕はホームページにアクセスしているその曲についてのね、その歌詞の意味とかね、であとそれについての僕のコメントとか聞いてもらったですよ。もうこれ最初から
優勝の数全部揃えてなかったら最下位の数とか。これ勝ったら負けやわっていうことがわかるんですよ。そんな一族が権力を持ち始めたら、世の中どうなるか。もう結果出てるわけじゃないですか、世界的に。貴族、オリンピック始めたの。尊い族、逆、その時点で。自分で出ろよって。自分で一回体鍛えてみろよって。どれだけできるか見といたろうがって。もうこっちは達成した後や。年齢関係ないよ。筋肉つくよ。言った。42歳の頃。トレーニング量。してみたらわかる。で、正しい。無理はしちゃダメ。逆に筋肉つかなくなる。筋肉痛とかが出始めたら、もうトレーニング量を落としたい。で、筋肉が回復してきたなって、筋肉痛がなくなってきたなって思ったら、トレーニングしたらいい。セット数減らしたりとか。重要なのは継続性で。もう今からでも遅くないですから、自主性でね、巨人の人たち、再開行ってくださいよ。選手にお金払ったらいいだけなんだから、球団が。あなたたちがお金持ちすぎてるからおかしなことしてるんですよ。闘技を見てるから知ってるの、だいぶ前から。余計な店舗作ったりとか。だからそれするからエネルギーの残存量問題がかけ離れるんですよ。東京も、僕は30歳ぐらいの頃に、各テレビ局とか、その結婚話の解決でね、回ったって言ったじゃないですか。言ったから分かるんですよ。東京の中心地ちょっと離れただけでガラガラだっていうこと。どこのテナントもダメじゃないって。当たり前ですよ。架空の人口ずっと偽ってたんですから。どこの都道府県も。いないんだから、そんなに人は。ずっと少子化続いてるんだから。店出すだけ潰れるだけ。で、余計な借金こさえる。その元は、破産法で、みんなの税金。だから最初から店出さなかったらいいんですよ。もうそのまま潰れといたらいいんですよ。本当は少子化は50年前から続いていて、1977年の頃と比べたら、男性と女性の生まれてきてる、人の数がもう半分ぐらいになってますって。海外の人たちとかが滅ぶ滅ぶって言われているのは、それは冗談で言ってるわけじゃありませんって。今更出す店なんかありませんって。これね、精神的に、八百長とか、世界的に八百長が審判を含めて行われていてですよ。この間、井岡選手の試合とか含めて。それ見てですよ。他も含めて。まあ、価値もそうですし、巨人の場合は別ですよ。今までの反省込みで最下位行くために、
もうこうすることに決めましたっていうことを言わないと、自分たちから。自分たちっていうのは淡井圭介のことじゃないですよ。役員、まだお金稼ぎしたい、まだ車乗りたい、まだそんなわがまま言ってるんですか。電車乗りなさいよ。もうこの間からずっと河川の撮影、6月すごくもう多い時週 2,3 回行ってますから、6月7月で全部実費ですよ。だから電車乗ってるか分かるんですよ。19時前後の帰宅ラッシュとかの時間帯とかに余裕で座れるんですよ。もういいから、ちょっと東京の中心地からちょっと離れなさい。同じ東京都の中でいいから乗ってみなさい、自分で言ったじゃない。東京から僕帰ってくるときに新幹線高いから在来線に乗って、4000円でも5000円でも6000円でも変わったら高いんです。12時間以上かけて在来線の JR に乗って帰ってきたんですよ、三田の方まで。で、三田からは神戸電鉄に乗って自宅に帰るんですけども、その三田駅までに12時間以上かかるんです。静岡県の駅の隣接してる静岡県の菓子の施設見てびっくりしましたよ。19時ジャストぐらいの頃ですよ、その頃時刻。走ってる電車1両ですよ。中人1人いたかどうかですよ。あなたたちがお金持っちゃダメなの、車買うから。大した用でもないのに車に乗って行こうとするから。努力は見受けられないの、そんな方法を使ってたら。鉄道の維持できなくなったらどうするんです。早くガソリン車停止しなかったら、生産停止しなかったら、永遠にこれ鉄道消えていく話になるんですよ。田舎の方行けば行くほど、田舎の方も行けばというわけじゃない、もう結局とかもそうだから、田舎の方も車ばっかり走ってるの、電車の本数どんどん減ってるの、人口減ってるんだからそうなのに決まってるじゃないですか。車やめりゃよかったのに。大体どこでも駅まで歩いてもう大体30分以内ですよ。早歩きじゃいいじゃないですか。なぜ去年巨人の選手買ったんです。大体坂本勇人の選手の話聞いて、僕発信にしてるんですよ。兵庫県生まれの人間なんですよ。阪神タイガース以外の選手がところが取ったらダメに決まってるじゃないですか。分かってます、本当にどれだけ今まで悪いことしてきたか。もうあんまりもそんなに悪いことずっと続けるんだったら裁判所で僕要求しますよ。僕20年間生活保護させられたんだから、あなたたち20年間生活保護しなさいって。で、車全部差し押さえて売却、当たり前。同じ目にあったような国会議員の人いるんですよ。当たり前でしょ。法律でもともと三振取りないの請求あるんですから。勝ったら人生負けなの、あなたたちの場合。お金持ってるの、球団が。それ以上お金持たせていたら、根拠もないのに、今度テレビ局経営で店出し始めるの。飲食店とか。じゃあ、よその飲食店が潰れるの。人口が減っていってるんだから。もうそれも50年ぐらい続いてるんだから。なんで店舗増やせるのよ。頭の悪い人間が経営者にずっとなってるのよ。
潔の悪い人間が、名誉毀損？逆でしょ？名誉毀損してきたのはあなたたちの方でしょ？日本テレビ放送網株式会社は読売系です。読売新聞、読売ジャイアンツ、君たちが民間で一番に開局したところで、淡井圭介の名前とかをペラ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 テレビ出てる人間が各テレビ局で一斉に全員が言い始めた。淡井圭介の名前を出したり出さなかったりとかで、どの辺歩いてるとかで、どこ行っても一般人に絡まれる。あれおかしい、言ってないのになんで三宮で今歩いてることはバレてるんだろうって、そいつらは言うんですよ、淡井圭介に向かって。お前のことバレてるからって。逆、正直欲しい、裁判所の許可。正当防衛で相手逃げられても困るから、殴って動けなくさせて、もう大体ボディーブローでいける。もうその間に100通、もう相手動けなくして110番通報。そうじゃなかったら全部無理だから。片手で相手を抑え込みながら携帯電話なんかかけれないから。窃盗犯捕まえた時にもうそれはっきり覚えてるから。通報する人間なんか一人もいなかったですよ。前の人間に言いましたよ。警察官呼んで呼んでって電話してって言っても。誰もいない。警備員が駆けつけるまで。根性悪い奴らしかここ来てない、本当に。200億円前後の売り上げがあった読売ジャイアンツのその年数がね、何十年経ってペイできてるでしょ。今年も稼いだ後やん。もういい加減にしてくれって思いますよ。だから正直今日競馬の試合がないから、やばい、怒ってるところの姿見せなかったらダメだ。